皆さんおはようございます西良平です今日が1月13日金曜日ですね今日まで頑張ったら明日からお休みなんじゃないでしょうかっていうことなんですけども えー、今日は1月13日、あ今日はですね、農、えー、方で、えー、地元の電報で、えー、カレンダーの講演会があります。えー、たくさんの、ね、お客さんに来ていただけるんですけども、会場も広いですし、駐車場も広いんですけども、多分駐車場いっぱいになると思います。なので、えーっとまあ、会場周辺でね、一応、車が止められる場所が他にもあると思いますので、あのー、いっぱいになって車をが止められなくて、 え毎回公演スタートの時間になっても会場にはついてるけど車が止められないっていう方がえと結構いらっしゃったりする場合があるのでえと乗り合いだったりとかえ電車だったりとかっていうこともぜひ協力していただければなと思ってます。はいそんな感じです。今日はよろしくお願いしますってことですね。で昨日ねあのー、つまらないことかなと思ったんですけどもあのクレーンゲームの,あの人形のねお話をさせていただいたんですけども えー、皆さんその人形が一体何なのかって気になりますよね。その人形ってね、これです。ジャーンとか言いますけども、え何って言うんだ。な何の人形なんだろうって感じですけども、ちょっとよくわからなかったんですけどもね、はあな、なんとかシスターズだったと思うけど、女の子なのかな女の子、女の子なのかななんですけども、言ってたのは、ここね、このこの脇のところにアームが。 入っっってて取れれたたたいいいうねねねシスターズななんんかかか配るのでですすに忘れましたとりあえずこのぬいぐるみをね取るのが大変でこのこの隙間のところにアームが入って取れたっていうやつなんですけどね、えー、ちょっと昨日以外に皆さんの反応が良かったのであのその話をねちょっとぬいぐるみさんにあの来ていただきましたけどはいなんとかシスターズさんですありがとうございます本当にねはいそんな感じなんですけども、えー、今日はですねえー、っと 昨日のクレーンゲームの話の延長戦で最近よくちょっと人に聞かれることがあったある質問があったんですけども、まあ、今目の前に自分の目の前にねえっ、ー、とまあいわば言う困難だったりとかね、えー、あと障害だったりとかっていうものがあった時に逃げるべきなのか逃げないべきなのかっていう選択肢があった時どっちを取りますかっていう話をされたことがあって。 ってされたことがあってってていうのはここを最近ちょっと立て続けにねあの同じようなことを聞かれる機会があったんですって言った時に僕はね「とりあえず逃げます」って言ったんですだから「え逃げるんですか?」って言われたんで「はい逃げます」って言ったら「でもじゃあそうやって逃げ続けていくことであのー、経営者とか自分の夢とかって叶えられるんですかね?」って言ったんで「はい叶えられます」って言ったんですよ。言ったら「えそうなんですか?」って言ったんですけども。 前にね、夢とか目標を明確に思い描くとき、必ず困難っていうものがやってきますと。そのとき、あの、選択することができますと。多分おそらくその困難、難っていうものは、選択してもいいし、選択しなくてもいいっていう話をしたんですけども、あの、昨日の話の中では、自分との対話っていう中でね、多分僕は、逃げるべきなのか、に、逃げちゃいけない立ち向かえっていうことなのかっていうことの、逃げる逃げないっていう質問は、 20代半ばぐらいまで、10代から20代半ばまで自分に一番言ってきた言葉だと思います。お前逃げるの逃げないのっていうことをやってきて繰り返しやってきたんですよ。多分一番多かったし、一番苦しんだ質問ですね。この質問こそが。お前逃げんのかよ、またっていうそんな質問。でもね、ある一定の時期から思ったんです。逃げる、逃げないっていう選択肢があるだけでいいじゃないって。だって、そのうち、 逃げたくても、絶対に逃げられないことってやってくるんですよ。逃げる逃げないっていう選択肢すら選べないことがやってくるんですよね。自分が明確な夢目標を叶えていく上で、やってくるので、選択肢があるだけまだいいやんっていうのもそうだし、もう一つは、逃げたいって思ってる感情があるからその選択肢が出てくるんだったら、やりたくないことだったら、もうしないようにしようって。だってそれをやることで、自分の心とか体壊してまでやる必要ないよねって思ったので、逃げますって。 でも逃げても、そのうち、自分が本当に叶えたいことがあるとき、逃げたくても逃げられないことって必ず目の前にやってくるとき、もしくは、逃げ続けてきたがゆえに、まとめて一括生産みたいな感じで追いかけてくる現象って必ず来るんですよ。そしたら、今までね、逃げずにずっと頑張ってきた人って、これまでずっとこんなに頑張ってきたのに、それでもまだこんなことが来るのかって、多分もっと辛い。でも散々逃げてきた人は、そっかそっかって。 来ると思ったわってまあ今まで逃げてきた分これが一括でやってくるんだなって思ったらねうんあの腹が決まるすぐによしやるしかねっていう、まあそれに一発目に気づいたのは自分のね会社を起こした時に抱えた借金だったりとか逃げる逃げないっていう選択肢な,いなかったんですよねいろいろ考えたらあったんじゃないかと思うんだけどなかったですねやっぱりあのいもうやるという,もう返済するっていう一択しかなかったしそれが もう借金なんて怖くねえぞとか思い込んでなんとかもう自分の終わりにやってくる障害来てもねトラブル来ても絶対大丈夫って思うようになってきたら今度は子供が病気になったりとかっていう風に考えた時に子供の病気のことなんて親逃げられないですもんねもう向き合うしかない本当に向き合っていく中でどう付き合っていくかっていうこともそうだったりするけどいつかね必ずどういう選択肢をやられてもえ逃げように逃げられないっていうことってやってくるんだなって。 っていうことに気づいた時に普段逃げる逃げられないっていうものがあるんだったら心体壊してまでやる必要ないなってで逃げたいと思ってるんだったら逃げたく逃げるでも別にそれを選ぶ自分に対して自己嫌悪を起こさないっていうことですよねでやるなら徹底的なんですよ逃げないと決めて何かに立ち向かう時も逃げると決めてる時も徹底して逃げるしじゃあ本当に嫌だけどやりたくないって思うけども どっちをとってもね、ためにはなると思うんです。いつかの自分の未来にね。ただその時に、未来の自分の何かのためになると思った時に、頑張る、戦うっていう選択肢、逃げないっていう選択肢を取った人は、ぜひとも覚えてほてしいことは、期間を決めるって覚えておいてください。ずっと続くのかと思ったら、地獄なんですよ。本当に辛い時って。だから、今日3時間だけ頑張る。1時間だけ頑張る。今日1日の中で。じゃあこれをあと何回繰り返すか。3日間だけ頑張る。 1>, 1週間の中で5日間だけ頑張るとかっていう風にして、期間を決めておくと、乗り越えやすかったです。今までの経験上で。だから、ずっと続くんだって、繰り返し繰り返しこれが来るんだなって思うと、辛くてたまんなくて、先に心とか体が壊れちゃうので、だから、いや、今日1日の中だったらもう3時間だけ。今日1週間の中だったらもう5日間だけ。もう3日間だけ頑張る。で、その後、もう1回自分に聞いてみる。それでも、まだやるって聞いたときに、やる。 ってなるのか、いや、もう無理、やる必要ないわって、もうこれだけやってダメだったんだったらとか、ね、これだけやってまでこんだけ辛いんだったら、やる必要ないよねって思った時に、逃げていいんじゃないかなって、僕は、まあそこまでね、えー、っと、昨日なんか本当たくさんのコメントをね、あの入れていく人たちの,あの、毎回コメント見てますけど、皆さんやっぱり意識が高いと思うんですよね。だから多分、今までにじ幾度となくこの質問、自分にしたことある人いっぱいいると思うんですよ。もしずっと戦ってきた人がいるんだったら、 逃げていいっていう選択肢も必ずそれも自分の成長に繋がることだと思うしもう一つはずっと逃げてきたっていう選択肢を取ってしまってたけどでもいつか逃げられない何かっていうのは必ず来るっていうことを知ってる方たちもいらっしゃると思うんですよねだからこそ自分の心体壊してまでやる必要ないって思っていく中でうん、僕は 明確な夢、それでも経営者になれるんですか、それでも優秀な人になれるかとかって、運の強い人になれるかって思ったときに、大丈夫だと思います。なれると思う。で、ただ、それを自分とちゃんと対話していくことの中で、うん、自己嫌悪を起こさない。頑張ると決めたら期間を決める。で、逃げるんだったら徹底して逃げる。で、逃げ続けて逃げ続けて逃げ続ければ、必ずいつか逃げられない、絶対逃げられない何かってやつが追いかけてきます。その時にね、腹が決まるのが早いんです。あ散々逃げてきたもんなって、うん、よし、もうやるしかねって、もう割り切る。 っっっていうのののののが今まででで自分のちょととしたた経験の中で思ったことなので最近ちょっとね連続で同じようなことを逃げる逃げないっていう選択肢が出てきた時あなたはどうしますかって言われた時にえ逃げる逃げられないっていう選択肢がある時点でまだ鼻なんですよねうんもう逃げますってだって逃げたいと思ってるからその選択肢がそういうことを考えるわけだからって思った時にまあこの話をしながら昨日のねクレーンゲームの話え皆さんのコメント見てたら意識高いなって思っててその上でえこの子と一緒に出てきて その上でこいつだっなんとかシスターズ。配膳、配膳ったらおかしいですよね。なんか配ってるわけじゃないからですね。まあいいや、でもとりあえずこのこと言いましたってことなんです。そのお話とちょうど最近立て続けに聞かれた質問だったので、もしかしたらこれもね、今の皆さんに対して何かしらのきっかけになれるんじゃないかなと思った上で、この話をシェアさせていただきましたってことです。はい、今日はそんな感じで、えー、ちょっとね、このことで一緒に出たかったので、えー、っと、家柄取ってますけども、ね、はい、そんな感じで、今日もガッツポーズで皆さん送ろうと思います。いきます。 今日はの動画の声よろしくお願いします。いきますよ。せーのおっしゃーつ。ということで、今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。